インイベント三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者トータルキルス270ポンドジェイク・リー、完全決着戦チャレンジャーのジェイク・リー。全ての世代を引っ張るチャンピオン宮原健斗。ジャイアントキリング、その腕を、いや足をキャッチする。おフェイント、ハイキック、右のラリアット、珍しいですね。いや、そうですね、おキッチンシンクだ、激しい、さあ、バックドロップ、バックドロップ、ジェイクのバックドロップ、これはどうだ、カウントバン、カウント2、これは相打ち、いや、まだまだ、正面から、ブラックアウトでやります、ハイキック、迎え撃つ、カウンター。それでも迎え撃つ、またしてもカウンターとなる、後ろからジャイアントゲリング、自らそうですね、で、まあ、腰に巻くんですね。前回チャンピオンになった時もね、わざわざね、小橋さんに会いに行ってますからね、まあ、そうですね、はい、まあ泣いているのかもしれない、その思いと共に入ってきました。俺にイチャモンつけるんだろ、いつもいつもよ、聞かせてくれよ、どうしたいあんたは。おいジェイク、その三冠のベルト俺に挑戦させろ。お前ができなかったヒールの道を教えてやる。聞いたか、三冠に挑戦したい、もちろんいいと思う。なかなか思ったことをうまく伝えられないもんだ。俺は宮原健斗とはこれが最後のタイトルマッチだと言った。その理由の一つは、この試合がいつでも組めるできるなんて思ってほしくなかったからだ。お互いもっと高め合って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 、その上でこのベルトをもっともっと上のレベルに。だから俺は最後という気持ちで臨んだ。けど所属している以上、あいつとはまだまだ戦うだろう。俺の言葉がいつどういうふうな形で具現化するかは分からないけど、けどその時には俺も宮原健斗ももっと上のステージにいると思う。改めて宮原健斗ありがとう。本当に本当にそれしか言葉が出てこねえよ。初めて巻いたものだって、前回60分引き上げた決着をつけて2回目、2度目三冠ベルトを巻きましたけど、今どんな気持ちですか。
正直前より自分を追い込んでたと思う。最後って言ったのにもそれなりの覚悟があって言ったわけだし、もう後はないなって正直そのぐらいの気持ちで臨まないと、俺は多分三冠王者宮原健斗には勝てないと思ってたから。けどこういう形で今俺の腰にベルトがあるっていうことは、俺にはまだやらなきゃいけないことがあるということだ。実力云々じゃない、スワマお前だ。けど俺はずっとブードゥーになったスワマと戦いたかった。一対一でな。俺にヒールを教え込む、そんなこと言ってたけど、もうあんたから教わることは何もない。俺があんたを倒してこのベルト俺が武道館まで持ってってやる。おい、だから全日本の選手、そしてそれ以外の選手も武道館出てみたくないか。挑戦しろ、名乗りを上げろ、自分でもっともっと自分自身をアピールしろ。そしたらもっと面白くなる。お客さんはそれを待ってんだよ。とにかく俺がやることはもう決まっている。いつになるかは分からないが近日発表すると思う。お客さん、心待ちにしててくれ。人生はそううまくいかないみたいだな。ただな、ここからだ。ここから俺は這い上がる。必ずな。